いらっしゃいませ。 SS 一名様ご来店です。一応さんごちんです。空耳で遊ぶの。抵抗ペンギン。飲食店アルバイトあるある。俺はペンギン、大学生だ。まかないと生活費の足しにレストランのバイトを始めたが、正直ちょっと後悔してる。今日入ったばかりの新入りだ。面倒見てやれ。飲食は初めてですが、頑張ります。よろしくな。聞いてた通り、高価なまかないですね。それ俺のことじゃないよな。厨房は次。今日は厨房の仕事だ。はい。って、どうしたんです？これぐらいしないと汗がすごいからな。見た目によらず汗っかきなんですね。3番テーブルオムライス、カルボナーラハンバーグ、上がり。すごい勢いで料理が完成していきます。おい、ぼーっとするな。皿なくなるぞ。急いで洗います。そうだ、山盛りポテト1、大盛りポテト1、小盛りポテト1、特盛りポテト1。芋ばっかりですね。おいシャチ、洗い物よりポテトが先だ。頼めるか。はい。負けても負けてもキリがないです。熱すぎて干からびそうです。なっちゃざけんなこら。これじゃあ揚げてんのか揚げられてんのかわかんねえだろ。余計に暑いから静かにして。ほら、山盛りポテト5。またポテト。もう自分ダメです。シャチ、ペンパイ、汗が出てるうちはまだ大丈夫だ。耐えて働け。鬼畜すぎません？今日もなんとかピークを乗り越えたな。厨房の暑さを舐めてました。ほら、氷でも食うか。冷た。生き返ります。仕事終わりの制汗剤効く。ペンパイ、このご恩は一生忘れません。自分、ペンパイのためなら何でもします。気に入らない人とかいたらいつでも言ってくださいね。重いし怖い。先輩マウント。シミが新人のシャチくんか。よろしくです。シクヤロー、ランベテな僕に何でもクエスチョンしてよね。なんで業界人風なの。頼もしいです。僕がいないとこの店回らないっていうか。言っとくけど、こいつただのフリーターな。そうなんですか。新人くんにクイズ。え、毎月29日は肉の日でお肉メニューが 20% オフ。じゃあ毎月33日は何の日？まだ習ってなくて。ペンギンならわかるよね。てか33日なんて永遠に来ないだろ。これだから最近の大学生はもう何年も働いてるのにそんなことも覚えてないな。来ない日のイベントを覚える必要なくない？33日は笹の日。僕から笹の葉をプレゼントするよ。ほんと永遠に来なくてよかった。あな、お前またお冷や出し忘れてるな。そんなはず。ごちゃごちゃ言ってないでさっさと持っていけ。あ、はい。ベテランぶってもミスのレベルが新人以下。休憩は一瞬。おー、うまら、そろそろまかない食べていいぞ。待ってました。自分初めてなので楽しみです。ちょっと待ってろ。ほら、今日はハンバーグ定食だ。イエホー。ご飯おかわり自由なんですよね。味噌汁とスープも飲み放題。塩、胡椒、醤油、マヨネーズもかけ放題だ。うわー、最高じゃないですか。いただきます。おかわり。え、もうちょっと味わいましょうよ。何言ってる、俺たちにそんな暇はないぞ。休憩時間15分だもんな。へ、残り3分、ラストスパート。お二人のスピードに圧倒されて全然食べられませんでした。ご飯食べ放題って言っても食べる時間が少なすぎです。トイレ休憩自由だからな。その分昼休憩は少なくて当然だろう。ブラックすぎですよ。シフトの穴埋め。おはようございます。なんか最近よく会うな。はい、早く仕事を覚えたいのでシフト詰め込みました。無理はするなよ。このぐらい全然大丈夫です。あ、お客さんですね。うわー、ガイ、あばばばばばばば、シャ、シャチー、骨折で全治3ヶ月らしい。ま、変に頭とか打ってなくてよかった。了解。後輩の怪我は先輩の責任。シャチの代わりにシフト入ってもらうからな。仕方ないな。よーし、今日から30連勤な。あいつどんだけバイト入れてるの。錬金もようやく今日で最後。長かったな。ペニーさん、明日のシフトなんですけど変わってくれないですか。悪いが他のやつに頼んでくれ。ダメっす、他に変われるやついないんですよ。ペニーさん、お願いします。ばあちゃんのお葬式なんす。マジか、仕方ないな。実は俺もおじいちゃんが。俺も実は手術で。は？結局あれから一日も休めてない。休みたいな。だったらペンギンに行ってよね。ペンギンと交代だったら休みを認めてやる。おい、どういうことだ。今見つかったか。仕方ないな。
俺が全然休めなかったのはお前らのせいか。仕方ないじゃん、ペンギンがいてくれた方がサボりやすいんだもん。お前一人で1000人分働くんだ、限界まで使い倒さないとな。捨て垢扱いやめて。寝床。年金でさすがに疲れた。倉庫で仮眠でも取るか。いや、ペンギン君、最近忙しいらしいね。ホッキョクグマ先輩、先輩もバイトしてたんですね。何度も一緒にシフト入ったよ。そうでしたっけ。いいんだ、影の薄い僕が悪いんだ。なんかすいません。これ貸してあげる。僕の段ボールよかったら使って。え、こんな見た目だけど寝心地はなかなかだよ。うん、なんかベタベタする。やる気。やっぱり一生懸命働く男性はかっこよく見えますよね。そうなんだ。いらっしゃいませ。2名様ご案内します。おだー歓迎喫茶。ありがとうございます。お料理上がりました。噛んでいきます。てな感じで。ウケる。適当に空いてる席座って。うち水とおしぼりセルフだから。なんだっけ。それがですね。お前ら変わりすぎだろ。あだ名。うわ、今日も座敷わらしいるじゃん。何時間粘ってんの。もう3時間だな。塩かけババアもいるのか。まあ、あと白米に塩かけてる。塗り壁とネズミ男も来たよ。妖怪大戦争でも始まるの。客に変なあだ名つけるの聞こえるぞ。そういうペンギンもどうせ変なあだ名つけてるんでしょ。そんなことするか。しばし。ほら行ってこい。はいはい、お待たせしました。いつもの。なんだっけ。なんだ、わからないのか。ご利用のいつもはバナナパフェだ。ちなみにあっちのシマウーマンはシーザーサラダ。そうだった。聞こえてるぞ。ラストオーダー。もうすぐラストオーダーか。このまま客が来なければすぐ帰れるな。ここのパンケーキおすすめ。入る入る。すいません、実は売り切れちゃって。なんだ、じゃあ他行こっか。ペンパイ、まだ行けますよ。そうなの、ラッキー。2名様ご来店です。くそが。おい、何帰ろうとしてる。なんか急にお腹痛くて。それは大変です。どうせ嘘だろう。前も同じ理由で帰ったしな。そうだっけ。ペンギンってば、僕のこと怖いすぎ。ちょっと怖いよ。当たり前にサボろうとする方が怖い。締め作業やりたくないんだろう。バイト代出ないからな。どんだけブラックなんですか。卒業。ペンギン、そろそろ大学卒業だな。行くとこなかったらうちで雇ってやるぞ。だったらパンダ雇ってやれ。何の話してたかな。雇う気なさすぎて草。なんやかんやで就職先が決まり、バイトを辞めて大学卒業。俺は今某企画で働いている。今日で1週間泊まり込み。あのファミレスよりブラックな職場があるとはな。もう昼か。たまには外行くか。ご注文どうしましょうか。焼き魚定食。焼き鳥定食ですね。なんでだよ。すいません。おお、水まだでしたね。今すぐ。大丈夫かあいつ。でも俺も新人の頃はあんなだったかもな。お待たせしました、焼き豚定食でしたよね。なんでだよ。すいません、間違えましたかね。いや、これでいい。そうっすか、よかったです。おい、新入りぼさっとしてんな。はい。誰でも最初はそんなもんだよな。頑張れよ。お前ら、白ってな、200色あんねん。どうした急に。さっきからずっとこんな感じなんです。次回、アンミカにハマった上司を何とかしてくれ。ありがとうってな、魔法の言葉やねん。いい、アンミカ名言バット次回予告に出現。今年の夏もプロットが熱い。プロットサマーフェスティバル、2022年8月5日金曜日から8月14日日曜日までマグネットバイ渋谷109にて開催決定だ。書き下ろしイラストを使ったオリジナルグッズやフォトスポットが登場するポップアップストアだよ。詳細は概要欄のリンクを要チェック。浴衣姿のキューティーな僕に絶対会いに来てよね。みんな待ってるぞ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。ペンギンこの仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、今渡しました。腹具のパンダか。